日本が戦争しないためにはどうしたらいいと思いますか？日本が戦争しないためには、経済的にかなり良くなるっていうのが必要だと思います。結局、その戦争する場合って経済的に困った時にやるんですよね。その日本が第二次大戦で、じゃあなんでその戦争することになったかっていうと石油なかったんですよ。 ABCD4 だっけ要はあの日本に石油売らねえわって言ってじゃあ石油取りに行くわっつってインドネシアとかに攻めなきゃみたいな感じで要は日本がお金があればじゃあガンガン買うわ金ならあるからって言って要は金づるるになななっってててれれば仲良くしてくしんでですすよ中国国微妙じゃいかウイグルでもともとのウイグル人の人があの囚人にしてたりとか世界中でいろいろ言われてはいるんですけどただ中国ってめっちゃ金持ってるんでドイツとか文句言わないんですよ。 まあ金くれるしなみたいな。なので金持ってる国とは仲良くしようとするんですよ。でも金がないとどんどん嫌がらせされるんですよ。例え北朝鮮とかってあのまあ世界中から経済制裁受けてるじゃないですか。要は北朝鮮って金持ってないから仲良くしてもしょうがないから経済制裁して潰れてガチする人がいても知ったこっちゃないよねってなるんですけど中国はめっちゃ金持ってるから中国いらねえやってできないんですよ。なので金さえあれば戦争にはならないです。 ななのであの経済ってすすげえ重要なんですよね日本ってその石油が取れないのでなのでそのなんか食料自給率がどうたらって話で書いたんですけどそのじゃあ日本が食料自給率100%以上になりましたって言ってもじゃあガソリン代と東京に運べないんですよねガソリンが手に入らないんだったら電気自動車で運べばいいじゃんって言うんですけど電気自動車の電気も火力とかガスとか海外から輸入したエネルギーで動かしてるんですよ。 なのでその食料がいくら日本にあったとしても東京とか大阪とか都市部に食料を持っていくことができないんですよ。要は海外から石油とかガスとかエネルギーを買えないと。じゃあその石油とかが買えるような経済力があればもちろん食料も買えるんですよ。 要はその石油とかって産油国からしか手に入れられないんですよね。中東だったり、そのアメリカのシェールガスだったり。でも食べ物って大体どこの国でも作ってるんで、中国が食べ物を売ってくれないんだったら韓国から買えばいいし、韓国が売ってくれないんだったらロシアから買えばいいし、ロシアが売ってくれないんだったらアメリカから買えばいいし、オーストラリアかもしれないし、インドネシアかもしれないし、マレーシアかもしれないし、ベトナムかもしれないし、まあ世界中食べ物はどっかの国で買えるんですよ。なので、もし海外から食料が買えませんってなった時は、当然石油も買えません。なので、 あの、食料が買えないような事態になった時点で、日本はアウトです。なので、要はその石油がないと、そもそも食料があっても、飢え死にしますと。で、食料自給率100%になったから、うちら大丈夫だよ、世界中と敵対してもって言っても、その食料を運べなから餓死しますと。で、食料自給率が仮に0%だとしても、石油さえ買えるんだったら金があるんだから、他の国から食料をガンガン買って食えるんですよ。 なので、石油を買う金っていうのが重要で、石油を買う金がなくなった時点で日本は終わります。なので、その食料自給率ってどうでもいいんですよね、言っちゃえば。 まあこの言い方をすると割とその反発する人はいるんですけどその食料自給率が仮に0%だったとしても石油を買える状態であれば食料は買えばいいので日本は成立しますとじゃあ石油を世界中から買えませんっていうところで Twitter でその日本は石油の備蓄量が243日分あるじゃんみたいなことを書いてた人がいるんですけど243日分の備蓄があったとしても243日後にみんなガチするんですよ 要は、その、大丈夫かどうかっていうのは、それが永続的に続けられるかどうかなんですよね。例えば、その、じゃあ、食べ物でも毎年毎年食べ物を作れてるから、じゃあ、その10年でも5年でも食えますよねって話なんですけど、243日後に亡くなりますって言ったら、もう243日後に白旗あげるしかないじゃないですか。例えば、じゃあ、その、中国と日本が戦争になりましたと。で、 その中国とは揉めたくないっていうので世界中の国が日本に石油を送るのをやめるわって言ってその瞬間243日後に日本人ガチするの確定なんですよ。まああの何人しか生き残るかもしれないけど結局その石油がなくなりましたもうこれ以上輸入できませんっていうと食料庫のあるエリアと農地の人は生き残るんですけど都会の人はガンガンガチするんですよね。で都会の人はガチするってわかるわけじゃないですか東京の人は。 で国会議員って大体東京の人なんで多分石油が入らない243日後に餓死するってなった瞬間100日後ぐらいに中国に白旗をあげます。あの俺らら死にたくねえからっていう で、北海道とか農地の人は別にあの、石油なんかなかったとしても、俺らはあの別に自給自足できるからどうでもいいっす、みたいになってるんだけど、物事を決めるのは東京の人です。農地の人たち、九州の人とか北海道の人とかが、全然引きなくてもいいっすって言っても、東京の人たちが、あ、もう日本はあの撤退するんで、あの中国さん持ってってくださいって言って、あの中国がその北海道とか九州とか持ってって、東京だけ日本として残るみたいな、そんな感じになると思います。はい。 政府っていうのは、まあ大体東京に住んでる人たちなんですけど、日本がどうするべきかっていうのは政府が決めるんですよね。例えば尖閣諸島とか沖縄とかっていうのはまあ、持ってかれがちじゃないですか？今でもその尖閣諸島ってナザン10日ぐらい。確か量感審判されっぱなしなんですよね。でもまあほっといてるじゃないですか。 でまあ、沖縄も昔はアメリカに取られましたみたいなのがあるので,で北方領土もなんかあの半分はもう諦めたじゃないですかあのも日本にするのは無理みたいな感じでなのでその東京から離れているところっていうのは割とその東京にいる政府っていうのはほっとくし取られても気にしないですよねあの島根県に竹島っていうあの日本の領土があるんですけどあそこその韓国の人たちがもう50年ぐらい住んでて。 でまあ、これ何回も言ってますけど多分あ,のあと50年ぐらいすると100年間韓国人が住んでて日本人誰一人住んでなかったんだからこれ韓国だよねって言われたら多分国際ですよねでもその東京から離れてるから結構どうでもいいっていう多分そういう感じなので石油がなくなった時にどうなるかっていうと多分普通に日本は白旗を上げるってことなんじゃないかなと思います、まあ、夕張の炭鉱を掘ってある程度その石炭でなんとかなるかもしれないですけど石油ってその石炭のを掘ってある程度石炭でとかなるかもしれないですけど石油ってその あのガソリンだけじゃなくてじゃプラスチック製品だったりとかペットボトルだったりとか日本人が通常の生活をする上でまあ服とかもそうなんですけどその石油が入らないとな,いなくなる商品めっちゃいっぱいあるんですよ石油の価格が上がった時にトイレットペーパーがなくなるみたいなのでそのトイレットペーパーの買い占めみたいなのもあったりするんですけどっていう感じでそのいろんなものがなくなるんですよね要はその。自動車に乗れませんっていうだけじゃないんですよ。ちなみにに新潟にも油田があるらしいですけどね